ト波運輸株式会社は、富山県高岡市に本社を置く日本の運送会社である。合わせて、純粋持ち株会社のト波ホールディングス株式会社についてもここで取り上げる。社長は両社とも、渡抜翔介が務めている。創業者は、渡抜溜介元衆議院議長の父で、衆議院議員も務めた渡抜タスク民で、 スケミンが早く亡くなったため妻の父でもある、綿貫久殺し、タミスケと経営が引き継がれている。タミスケの時代に上場するなど、大きな発展を見せた。宅配サービスも取り扱うが、基本的には、企業間物流を中心としている。2013年の第23回参議院議員、通常選挙では、元社員で、秘密市長の東子茂を講演し当選させた。 パンサーマークのロゴが同社が保有するトラックの目印になっている。また、宅配便は、パンサー宅配便の名称で展開し、そのシェアは、性能運輸に次いで、業界7位である。関東地区過去に存在した、営業拠点新越地区、北陸地区、中京地区、関西地区、中国地区内部告発と、報復1974年、元社員の楠岡博明は、 運輸業界の闇カルテルを厚生取引委員会に内部告発したが上層部は報復人事として月に3回も転勤を強要、仕事らしい仕事を与えず32年間空き地の草むしりを主な業務として命じたまた社外では暴力団関係者による脅迫を行った櫛岡はそうした不当要求に応じず2006年9月20日60歳で 定年退職した。また、串岡は2002年1月、内部告発に対する報復として、不当な処遇を受けたとして、都並運輸に4800万円の損害賠償を求める訴訟を起こしている。会社側は、本人の適性を考慮した結果と争ったが、裁判は、串岡の主張をほぼ認め、原告の内部告発は、正当な行為であって、法的保護に値すると言うべき。 被告は内部告発に対する報復として長期間にわたって原告に不利益な取扱いをしたと言えると判決。会社の主張を知りけ、2005年2月、被告、隣運輸側2356万円の賠償支払いを命じた。串岡へ退職を強要するにあたり、串岡の自宅へヤクザの若頭を名乗る者が訪れて脅迫したとされ、 裁判の判決でも暴力団員から退職を強要された事実は証拠上明らかと認定された。フォークリフトの資格取得で不正動車、大阪中央支店において大型フォークリフトの運転資格取得にあたっての公衆期間短縮に必要な経験証明書を実際には取得していない社員に対し虚偽の証明書を作成させた上、資格を得ていない状態で営業所内で 大型フォークリフトの操作を行わせていたことが明らかとなり、大阪中央労働基準監督署は2014年3月7日に、同支店の当時の支店長らと法人としての同社を労働安全衛生法違反容疑で書類送検した。ABCD 営み運輸会社概要 ABCD 営み運輸株式会社第13期決算。 広告 ABCD とナミホールディングス、会社概要、ABCDEFGHI とナミホールディングス、株式会社2015年3月期、優価証券報告書、ハット ABCDEFGHIJKLM、n o p q r s t u v w x y Z とナミホールディングス会社遠隔、ABCDEFGHIJ とナミ、運輸会社遠隔損害賠償金等、 請求事件マイナス債判例情報。フォークリフト運転資格取得で不正。都並運輸読売新聞2014年3月8日。都並ホールディングスに関するカテゴリー。ありがとうございます。